私どもは1年半消費税の先送りということを決断いたしました。これもこれも全て景気対策、経済対策を2年半かけてしっかりと打たせていただく、そのためでございます。そして消費税が 8% から 10% に上がるときには、私どもは軽減税率の導入を、庶民の生活を守るために必ず私佐藤茂樹当選させていただいたならば実現をさせていただきたい、そのようにお約束をするものでございます。私は政治というのは責任を果たす、実行力が何よりも大事だと、そのようにお伝えをしてまいります。この9月まで第2次安倍政権の中で厚生労働副大臣という立場を11ヶ月間務めさせていただきます。この11ヶ月間で15本の社会保障に関係する法律の成立に関わらせていただいた次第でございます。私はこのような一つ一つの法案作成と成立に関わらせていただき、まだまだ日本の中には恵まれない政治や行政の光の当たらない、そういう方々がいっぱいいらっしゃいます。こういう方々の小さな声にしっかりと耳を傾けて政策を前に進めていく、その実行力こそ私は政治に必要だと、そのように考えているわけでございます。どうか今回の選挙でこの大阪3区は自民党公明党の統一候補でございます。私佐藤茂樹を再び国会に送り出させていただき、日本の経済の再生、そして軽減税率の実現、そして社会保障のさらなる充実、そして平和な国際社会を作るために力を貸してください。どうか最後の最後までよろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきたいでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうか皆さん、そのためにも私たちに力を与えてください。佐藤茂樹さんに力を与えてください。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。佐藤茂樹さんも応援していただいている方は傘を上に上げてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。佐藤茂樹、佐藤茂樹。